イーグルス先発が2年ぶりの先発バウンドということになりました菊池です。立ち上がりご覧いただきます。ワンアウトから西川にツーベースで、この後3番の太田大志フォアボールでワンアウトランナー2塁1塁というピンチでしたけれども、4番の近藤そして5番の横尾と打ち取りました。その菊池2回に一発を得ます。先頭バッター清宮打った瞬間でした。清宮の第7号先制のホームラン、ファイターズが1点を先に取ります。でこの後チャンス作って内野ゴロの間に1点を追加して2対0となります。2回に2点を取られましたけれども、その後のピンチは出した菊池のピッチングでした。さて、4回のファイターズです。2アウトからランナーが2塁に行きましたけれども、ここは今日スタメンの太田健吾、空振り三振に終わりました。菊池がしのいだ4回のピッチングでした。ファイターズ先発のロドリゲスはもう立ち上がりから理想的なピッチング、球数少なくこの5回まで来ました。しかし5回、ツーアウトランナー3塁1塁で田中にタイムリーが出てイーグルス1点を返します。2対1、1点を返してもらいました菊池。6回のピッチングです。今日は立ち上がり球数多かった菊池ですけれども、3回以降は球数少なく、久しぶりの先発マウンドで本来の形を取り戻しました。この回2アウトを取ってでランナー1人出しましたけれども、最後渡辺から三振を取りました。菊池は結局この6回でマウンドを降りました。6回2失点8奪三振という今日の2年ぶりの先発マウンドでした。さて7回です。マウンド上は2番手のトンキーに代わって、その変わりっぱな内田が今日も一発を放ちました。今シーズンの第11号、2試合連続ホームランで2対2同点に追いつきます。でこの後オコイの振り逃げあって、そして今井のヒットでワンアウトランナー3塁1塁チャンスで先ほどタイムリーの田中、今日2本目のタイムリー、3対2イーグルス1点リードと変わります。そして9回森原がマウンドに上がります。森原ツーアウトランナー3塁、トップの浅間を迎えます。浅間のこの当たりが際どいタイミングで1塁セーフで平石監督リクエストを要求。判定通りなら同点のタイムリー内野安打、非常に際どいタイミングになりました。この後リプレイ検証に入りますけれども、判定通り1塁セーフになってファイターズ同点に追いつきます。3対3。この後西川ヒットでつないで2アウトランナー2塁1塁、今日3番に入っています太田大志。森原のスライダーでした。ライトへのヒット、このヒットで4対3、1点リードと変わって、でこの後ファイターズ4番の近藤にのタイムリー、4連打となって5対3、リードを2点と広げます。9回は石川直也マウンドです。2アウトで今日2本のヒットを放っている田中を迎えます。しかしここは田中空振り三振でゲームセット。5対3、ファイターズが9回集中打、ファイターズが勝って連勝を飾ったという今日のゲームでした。